尖閣の地形図作成、資源管理に重要と主張、中国政府のニュースが報道されました。中国による日本侵略の現状は、日本国土爆買いなども含めて深刻さを極めていますが、それに対して政府は対策どころか、不動産業の国際化と銘打って、中国企業の日本国土買収を逆に積極的に推進しています。日本はなぜこんなにも中国勢力に対して弱腰なのか。日本国家の体制を分析すると、過度な中国依存経済体制が一因としてあることが伺えます。日本の貿易相手国は、輸出、輸入ともに中国が1位です。日本にとって中国は大のお得意様であり、それがゆえにウイグル問題についても徹底的に抗議をすることができない現状が続いています。かつて大東亜共栄圏構想でアジアを導いた日本の姿はもうありません。これは政府の問題もありますが、安い労働力や製品という甘い誘惑に負け続けてきた日本国民が蒔いた種とも言えるかもしれません。他国との貿易は通常は経済発展や技術の向上に役立つこともある反面、過度な依存は主権を脅かされる根拠となります。国家としてまず自国を守り、そして大東亜戦争の時のように、世界をリードする日本国家として復活するためには、他国に過度な依存をしない自給自立国家体制が必要不可欠であり、これは国民の力によって作られるものです。自給自立国家モデル都市は、その実現に向けてプロジェクトを全国規模で進行中です。詳しくは公式ホームページをご覧ください。